皆さん、あの後ろ見てください。あそこにね、亀島山花と緑の丘公園ってのがあるんですね。でね、あそこをね、ずっと登っていったらですね、山の上にも行けますし、桜もたくさん植えられていてですね、1996年3月と書いてあります。だいぶ昔だね。もうね、小学生の子供さんはまだ全然生まれてない、大昔。これ実はね、戦後50年の記念に建てたんです。で、その時はね、まだ花と緑の丘公園がありませんでした。太平洋戦争末期、米軍の空襲を避けるため、亀島山の地下に三菱重工業水島航空機製作所の疎開工場が作られました。この地下工場は総延長2055メートルのトンネルで、軍の監視のもと朝鮮人を含む多くの労働者によって掘られたものです。こちらが亀島山地下工場入り口になっています。おー、初潜入です。